本日8月19日はバイクの日です。数字の8でば、数字の1でい、数字の9でくの語呂合わせから、1989年の今日、政府総務省交通安全対策本部が交通事故撲滅を目的に制定しました。全国自治体の交通安全対策室や地元警察は、この8月19日を中心に、 バイクの安全運転講習会等を開催しています。ちなみに埼玉県の公立高校では今年の春から二輪免許が取れるようになりました。私もバイクを運転してみたいので免許を取ろうと思っていますがバイクは大変危険です。運転するときには事故を起こさないように十分に気をつけたいと思います。安全運転講習会にも参加したいです。以上埼玉県立 三里工業技術高等学校放送部がお送りしました。